昔々、小田原市の近くの宿路木というところに、お夏というばあさんが住んでおった。よっこらしょ。これだけあれば十分じゃろ。何してるんだ、お夏ばあさんよ。うわぁ、村の衆がつまずいたりすると危ないんで、こうして石っ子拾っとるんじゃよ。へえ、お前様が村の衆のためにの。へえ、お前様がね。お前は人を疑うことしかできんのか、このバカタレイ。ドドドドドドド。ありゃあ。ありがたや、ありがたや。それでうちのじいさんがプーッとやったからみんな大笑いよ。でも我慢すると苦しくなるからね。だからオラなんかじいさんがプーッとやるときに一緒にやっちゃうんだよ。いやもう。あらららら、オラの大根が。待ってー、こら待ってー。あー、よかった。どうもすまねえ、こっちに投げてくんだ。ありがたや、ありがたや。こっち、こっち、こっち投げてください。相手が悪かったわね。この辺りの土地は痩せていて、取れるものといえば里芋ぐらいのものじゃったが、どの畑の里芋も梅干しのように縮み上がったものしか取れんかった。ところがどういうわけか、お夏ばあさんの畑の里芋だけはまるまると太っておった。村人たちはみんなお夏ばあさんのところの里芋が欲しかった。里芋は親から子、子から孫へとどんどん増えていくので、一つでもいい種芋があればいい里芋ができるのじゃったが、どんなに頼んでもお夏ばあさんは分けてはくれんかった。どうじゃこの丸々としてうまそうなこと。誰にもやらんぞ、わし一人のもんじゃ。こうして人のものなら勝手にいただいておいて、自分のものとなると何一つ分けてやるということはしないお夏ばあさんじゃった。そんなある日のこと、見るからにみすぼらしい旅の僧が一人この村にやってきた。かなり疲れている様子で、おぼつかない足取りでやってきた。
あの虫、あのその芋を分けてくださらんか。これはこれはお坊様、何の御用ですかの。この芋を分けていただけんのか。この芋はダメじゃ。ダメじゃ。ダメ、どうしても。今日でもいつかも食べておらんので、一つでもいいから分けてくだされ。さあさあ、お手をあげて。この芋は石芋じゃで食えんのじゃよ。石芋？これが石？石芋じゃから食えんと言うとるんじゃよ。石芋か、それが石、石？石芋なの、食えないの。この芋は村一番の芋じゃ。誰が分けてなんかやるもんか。一つでいいから分けてください。お願いじゃ、分けてくだされ。くどいやつじゃ、帰れ。お願いじゃ、一つ分けてください。ダメだと言ったらダメじゃん。ほれ、帰れさ、帰れ。なっちゅう、厚かましいやつなんじゃ。何枚ラブ。あのクソ坊主め、負けんぞわしは。ふう、なんのこれしき。何枚ラブ。負けはせんぞ。ん？とうとう諦めたのか。お坊さんの姿はもうどこにも見えんかった。諦めたか、わしの勝ちじゃ。そろそろ煮えた頃じゃろ。おや、まだかの。ありゃ、こんなバカな。それからというもの、
お夏婆さんのところでは何度芋を植えてもみんな石になったそうじゃ。村人たちはお坊さんが戒めのために石にされたのじゃろうと、この石芋のことをお夏石と呼んで、欲をかかないための戒めにしあったそうじゃ。